富井正明、富ーキ、ト富ー・マサ1858年10月16日、安政5年9月10日から1935年9月14日は、日本の法学者、教育者、法学博士、帝国大学法科大学、現東京大学法学部教授、帝国大学法科大学長、貴族院直選議員、数密顧問官等を歴任。 法典調査会民法基礎委員。和仏法律学校、現法制大学校長。京都法制学校、現立命館大学初代校長。立命館大学初大学長。男尺。京都省古隠偶侍だった、トミー・マの長男として、現在の京都府京都市に生まれた。民法典論層では、フランス法を参考にした、ボアゾナードらの基礎にかかる、旧民法は、 ドイツ法の研究が不十分であるとして、ホズミのブシゲラと共に延期派に組みし、断交派の梅健次郎と対立したが、富井の貴族院での演説が大きく寄与したこともあって、旧民法の施行は延期されるに至り、梅、ホズミと共に民法起草委員の三人のうちの一人に選出された。商法法典調査会の委員でもある。富井の主張は、ホズミやつかの主張した民法で、 出てただたかムーブといったようなイデオロギー的なものではなく、作雑した抗議録のような法典を実施すれば、フランス注釈学派の二の舞になって、学の進歩が阻害されてしまう、不平等条約改正の道具としてではなく国の実情に適したものとしての法典であるべきという、あくまで学者としての立場からの慎重論であった。もっとも断交派であった上も、 旧民法やプロイセン民法に代表される、歳木網羅型、抗議録形式型の法典に強い権を示している点で、立場は異ならなかったから、新民法においては、既存の、どの法典、草案よりも完結を胸として起草されることになったのである。ト都ーは、民法起草においても、学者的立場から慎重をもって、胸とし、法実証主義、ドイツ法一辺倒の立場に立ち、 実務的立場から迅速をもって、胸とし、自然法論、フランス法にも、神話的な立場に立つ梅と、しばしば対立し、穂ズ信のと共に、日本のドイツ法学導入の先駆者とされる。もっとも、旧民法起草当時日本に、ドイツ法の思想はほとんど入ってきおらず、また、富自身も梅、ホズと異なり、ドイツに留学したことはなかったため、民法のできる前は、特に、 ドイツ法の思想を主張したことはなかった。しかし、富井付きの基礎補助員だった、ニーガー・マスタローがドイツ語に精通していたため、彼の手になる、ドイツ民法総案第1、第2の翻訳を通じて、よく、ドイツ法の思想を昇華し、金星法典中の完璧とも少数えき物であるとして、ほとんど、ドイツ法一転張りで民法を作ろうという勢いで、あったとされ、 ニーダの改造による日本民法学におけるドイツ法的解釈の端緒を切り板た。なお、法天調社会においては、ビントシャイトやデルンブルヒの体系書にも言及しており、これらの書のフランス語訳版をも読んでいたものと推測されている。他方、国の実情を直視し、遠隔的、比較法的研究を踏まえつつも、法の不備を認め、 要点を官名に明らかにして裁判官の運用に委ねるべきとするのが法典論争からの一貫した主張であり、主張、民法言論に現れたように、それが学風となっている。長年にわたり、東京帝大の民法講座を担当し、後に、鳩山秀夫に引き継がれることになる、東大民法学の基盤を確立、理路生前、官にして、用を得た、名講義であったと伝えられる。 条文などもほぼ全部暗記していたようである。留学時代の猛勉強から病弱であったが、健康に気を使ったため結果的に基礎三博士の中で最も著名であった。しかし、身長を期する性格のため、梅が民法典全分野についての著書、民法容疑をわずか5年ほどのうちに完結したのに対し、富井の民法言論はついに再建総論の 上官までしか日の目を見ることはなかった。晩年には、穂住重藤らと共に、民法改正、親族法、相続法の改正にも着手したが、戦争によって頓挫し、これは後に、中川善之助、阿妻久志らに引き継がれることになる。刑法では、ボアソナードの弟子の宮城広志像らが、フランス新古典派、折衷主義の立場を取っていたのに対し、 犯罪の急増する社会情勢に対応できないと批判して、いち早く主観主義を取る、心波形法理を主張した。その理論は、社会防衛論を基礎とする原罰的主観主義で、現行刑法の成立に大きく寄与した。日露戦争前夜には、主戦論を唱え、七博士の一人として七博士憲白事件に関与した。1927年、昭和2年、 富井の学長辞任を受けた立命館大学では在任27年の功績を称え、交友会が中心となって共造を送る計画が持ち上がった。富井も一旦は共造政策を受諾したが、後になって延期を申し出ている。下記は共造延期要請の所管の一部である19、1928年昭和3年1月22日付、妹のマが 法政大学創立者の一人、マサクニの妻で、あるため、沙田正國は、トミー・マサーの義理の弟にあたる。トミーと沙田は共に、管理の京都府津学校で、レオン・デュリーの下で学んでいた、デュリー文化もあり、東京法学校、現法政大学の講師時代には、沙田宅で同居していたこともあった。長男の富井天音は、サンフランシスコ総領事等を務めた、外交官、 留学の経験から、コーヒーとチーズを好物としており、民放編3時にも、小田原の伊藤博文の別荘に持ち込んで、コーヒーを自分で挽いて飲むことを常とした。チーズは、高級な、臭いものを、特に好み、伊藤邸の戸棚の中に入れておいたため、戸棚が臭くなり、女中が並行したという。チーズに、宇治が湧いてくると、そういうのがうまいのだと言って、 富士をかき分けて食べたという話が伝えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。